すべての動画を無料で見たい方は公式 LINE へ登録、法人研修はユースフルフォービジネスで検索。皆さんこんにちは、ユースフルのはじめです。今回のテーマは、社内のやり取りは Teams に集約になります。おそらく皆さんの多くは Teams とメールツール、多くは Outlook かと思うんですが、この2つを併用して業務を行っている方が多いのではないでしょうか。ただこの Teams とメール、皆さん正しく使い分けることできていますでしょうか。お客様など社内の方とやり取りをするときにはメールしか手段がないことも多いので、メールを使えば良いのですが、社内の方ともメールを使ってコミュニケーションをしている方は要注意です。というのも、複数のコミュニケーションツールを併用していると、あれ、あのやり取りどっちでやったかなというふうに迷ってしまうことが頻発してしまうんですね。ですので今回の動画では、もう社内のやり取りはすべて Teams 上に集約しましょうよという話を理由も交えてご説明していきたいと思います。これまでずっとこうメールの業務に慣れてきて、まだ Teams に移行しきれてないという方は特に参考になる内容かと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。我々ユースルチャンネルでは、明日の働き方が変わる感動体験をお届けするをテーマに、ビジネスの現場で役立つスキルを発信しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで、社内のやり取りはすべて Teams で行いましょうよという話をしていきます。この動画を見ている多くの方は、おそらく Teams とメール両方使える状態にあるかと思います。このようにコミュニケーションツールが複数あるとき、よく起こりがちなのが、ツールの使い分けがうまくいかないという問題になります。皆さんの中にも、普段は Teams でやり取りをしているけど、特定の連絡をするときにはメールを使っています、チーム全体の連絡をするときにはメールを使っていますとか、このような方が少なくないのではないでしょうか。ただ社内のやり取りを複数のコミュニケーションツールを使って行っていると、右の図のように、後からやり取りをこう探したい、情報を見つけ出したいという時に、あれ、どっちでやり取りしたんだっけなというふうに迷ってしまうんですね。実務において情報を探すという作業は非常によく起こります。皆さんも一度動画を止めて考えていただきたいんですが、ここ最近で一番最後にこう情報を探すという作業を行ったのいつでしょうか。例えば特定のパワーポイントの資料を探すとか、誰かとやり取りしたチャットを振り返りたいとか、おそらく多くの方はこう数日以内に会ったとか、もしかすると今日も情報を探すことあったよという方が多いのではないでしょうか。このように非常に実務の中でよく出てくる情報を探すという作業において、いちいちこうどっちのツールでやり取りしたのかなというのを考えるというのは非常に時間の無駄になってしまいます。またそもそも Teams というのはメールよりもスピーディーにコミュニケーションを取るための機能というのが非常に充実しています。もうこれまでの動画でいろいろご説明をしてきたのでわかるかとは思いますが、例えばチャンネル機能では、このように情報一つ一つがスレッドという形で自然にまとまるようになっていますし、他にもメンションやこのリアクションの機能など、様々な面でメールよりもスピーディーなコミュニケーションができるように設計されています。だからこそ皆さんにはぜひこの左の図のように、社内のやり取りすべて Teams で完結させるように心がけていただきたいと思います。これをすることによって、あのファイルどこだっけなとか、昨日もらった指示の内容もう一度見たいななんて時に、とりあえず Teams を開けばその情報がどこかにあるという状態になるんですね。このようにとりあえず Teams を開けばどこかしらにはその情報があるんだという状態を維持していただくというのが非常に大事になりますので、これをぜひ意識していただければと思います。なお、この Teams で社内のやり取りを完結させる上で一つヒントになる機能をお伝えしたいと思うのですが、社外のお客様とこうコミュニケーションをするとき、基本的にはこうメールを使って行うと思うんですが、この内容を社内の人に共有したいときってあると思うんですね。例えば今画面に映っているメールのように、こう見積書を作成してお客さんに送ったところ、その内容について質問が来ましたと、この2つの質問どう答えたらいいのかなというのを社内の人と相談したいとき、多くの皆さんはこのメールの転送の機能を使って社内のメンバーを指定して、こんな感じで本文を書いて送信という風にすることで社内の人に共有すると、このような方が多いのではないでしょうか。ただこのお客様からのメールを社内のメンバーに共有したいとき、実は Teams のチャンネルあるいはチャットに共有するということもできるんですね。どのような操作かというと、例えば今開いているこちらのメールを社内のメンバーに共有したいときには、右上のアプリと
いうボタンをクリックして、Teams のアイコンをクリックしてください。すると、このようなウィンドウが開くかと思います。ここの共有先の部分、ここでどのチャットあるいはチャンネルに共有するのかというのを選んでいくことができますので、例えば、この 101 営業一課のチャンネルに共有をしたいときには、営業と入力した上でこのチャンネルを選択すると、どのチャンネルにメールを転送するのかというのを設定できます。このメッセージを入力の欄には、通常のチャンネルやチャットと同じように、メンションの機能も使えるので、例えば今回メールの内容を相談したい坂本さんのメンションをつけた上で、このように文章を打って共有を押すと、メールを Teams で共有することができました。実際に該当のチャンネルを見てみると、このように先ほどのメールがチャンネル上にしっかり表示されているのがわかるかと思います。あとは、このスレッドの返信の中でいろいろやり取りをすることで、お客様から来たメールの内容について、Teams 上で議論をするということができるようになります。このようにメールを Teams に共有する機能を使うことで、社内は Teams、社外はメールというふうにしっかり積み分けができるようになりますので、ぜひ活用していただければと思います。ちなみに補足情報として、先ほどは Outlook の Web 版の操作をお伝えしましたが、この Outlook アプリ版においても当然 Teams へのメール共有はできます。アプリ版でメールを共有したいときには、該当のメールのこの Teams のアイコンをクリックして Teams で共有を押してください。すると先ほどと同じように Teams で共有の画面が開かれますので、ここでどのチャンネルに送るのか、メンションやメッセージをつけるのかというのを入力すれば良いです。いずれにしても非常に便利な機能ですので、ぜひ皆さん使っていただければと思います。はい、ということで今回の動画では社外のやり取りは全て Teams で行いましょうという話をしてまいりました。これまでメールが社内の主なコミュニケーション手段だった方にとって全て Teams でやり取りしましょうよというのは少し難しいのかなというふうにも思うんですが、やり取りを全て Teams に一元化することによって後から情報を見返したり探し出す手間というのを大幅に削減することができるんですね。ですので、ぜひ、社内は Teams、社外はメール、これを頭に入れていただいた上で、コミュニケーションを取っていただくと良いのかなというふうに思います。それでは、この動画は以上です。マイクロソフト365と生成 AI に特化した組織 DX サービス、ユースフルフォービジネスで検索。